皆様、アローラモコと申します。ですね、ちょっとレートもね、1600、大体50前後も安定しつつあり、1700をね、ここから目指すって中で、新規一点コスチュームもね、ちょこのように変えてきました。はい。ちょっと寝起きなんで、完全にテンションが、結構低めの感じなんですけども、こんな感じでね、もうなんかいかにもちょっとデスノートかなんかのアニメ、なんかいたんじゃねえかっていう感じの、ちょっと、コスチュームなんですけども、結構、まとまってて、なんか前回の、コーディネートが結構不評だったんで、ずっと不評ながらももう2ヶ月間近く、あれずっと交流してたんだけど、今回もこういう感じで、行くってもう新規一点、もうすっきり髪型もね、入れ替えてやっていくんでよろしくお願いします。では早速ね、今日の対戦、潜っていきましょう。はい、マッチングしました。パトラさんよろしくお願いします。もうレートの方がもう完全に、今1600なんぼで、パーティーがね、もうどんどんその好きなポケモンが削れていって、もうなんかよく言うじゃないですか、レーティングパーティーっていうのは好きなポケモンが最後まで削り切られてようやく完成するみたいな最初だからいろんな好きなポケモンが固めるけど、もう結局それらが全部消えたら完成みたいな風に言うんですけど、そんな感じになりつつありますね。はい、別に好きなポケモン、別にマンダとかニドクンとか好きなんですけど、パルシャンとか急行も好きやし、ただギルガードとロトムはもう完全にパーティーバランスを意識して入れてます、今。はい、な感じで、アイテムもね、ガブリアスとかいろいろ強力なポケモン入れてる中で、右下のポリゴン2がちょっとやっぱ気になるんで、これ多分二度クイーンが結構刺さるんじゃないかなと。ただそれのためにやっぱペリッパーをどうにかしておきたいんで、先方はこうかな。で、ちょっと待ってな。そしたら、これから行って、これから入って、二度クイーンやっぱ出したいよな。ギルドガルドと二度クイーンできますか。ヒートロトムの戦法っていうのがすごい安定するんですよね。ヒートロトムで、大体のポケモン見れるんで、で、相性悪かったらボロちゃんに帰ってもいいし、それかとトリックで本当にもう、メガネ押し付けてみたいな感じで、一体機能停止させることもできるんで、トリックはやっぱり Z だとか、メガストーンが多くなったせいでちょっと使いにくくなったのはあるんですけど、こことかね、こういうメタグロスとかに対してはすごい使いにくくはなってんねんけど、でもこいつメガですよね。ただここは、相手も多分この技意識して変えてくるっていうのもあり得ると思うし、変えてくるとするなら誰かっていう話なんですけど、多分ポリゴン Z ですよね。じゃあポリゴン Z、ポリゴン2。そこピンポリ読むんやったらぶっちゃけもうトリックでいいねんけどな。そこピンポイントで読むんやったら完全にトリックでいいけど、とりあえずここはボルトチェンジから行きましょう。安定の。多分この技警戒して変えてくるとは思う。変えてこない。マジですごい強気やな。だってメタグロス自体さ、言うことないっしょ。ロトームに死ねの続きでこれでひるましてこれする気か、相手。それは困るけど正直。よし、セーフ。今んとこひるねたらちょっと進んでましたね、下手したら。しかもメタグロスの相手に結構削っていく。さてどうしようかな。二度クイーンを普通に出してもいいけど、それじゃただ殴られるだけだね。ギルガルドですかね、ここは。ギルガルド出すことによって、地震で仮にその抜群取られても弱点保険の発動を狙えるんで。さあ、ここちょっと難しい。ここどの道影打ちがあるからラスターカロンでいいわ。シャドーボールを打つ意味あんまないと思う。ラスターカロンでいきます。ポリゴン2に対する交換もそれで、いけるかなと。シャドーボール読んでポリ2とかで、この段階でポリ2もし来なかったらもう多分いないと思っていいと思うんですよね。交換するタイミングがいっぱいあったはずやから、多分この道の道相手が普通に殴ってくるとしても、
ラスターカノンからの影落ちても持っていけるかな。あ、自信。オッケー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 。これ。うん、この自信からの弱歩発動からの影打ちでも取れるんで、まあ、バレパネちょっと若干ご利用されるの嫌やけど、なので今のところはもうシャドーボールはあんま打つ必要はあんまなかったかなと。ウィーン、あ、しかも倒せるし普通にこれで普通に落ちるっていう。さあこの状態のギルガードは非常に強いぞ。多分ポリッツは来ないと思う。なんかギルガルドってなんかよく見たら頭の方がとんがってんなこいつ。さてペリッパ、アメフラシ、まあ多分暴風か何かが来ると思うけど、とりあえずここ一回キングシュートを貼っといていいと思うですね。まあ身代わりとかされんの嫌やけどな。身代わりとかないっしょ、助けでしょペリッパって大体で。バトルスイッチで一発まあ防御体制になってから、まあ、影打ちを2回打つチャンスをちょっとここでつく、見に行くと。ドロポン。なるほど。はい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 。まあ、影打ちじゃいいっすね。いや、ドロポンちょっと受けきれないかもな。うわ、削るね、本当に。さあ、しかもここでハイドロポンプが普通に当たっていく。あれ、ちょっと待てよ。このペリッパーって多分 S3 全振りしてるよな。リドクイーンもロトムも抜けねえ可能性がある。ボルチェンでいきます。あれちょっと待って、今のってさ、あれ今のってボル、あのドロボン外しなかったら俺負けてたんちゃうの、もしかしたら。負けてたってまだ分からんけど、で前って多分雨の恩恵受けれるポケモンおらんかったよな。あ、ガブか。あ、やばい。あれやばいな、ガブ。自信読みでちょっと変えますか。ドロミシガブリアスには激励を出せないといけないんで、別にここ激励ならそれはそれでいいんですけどね。一発二毒に耐えるんで。OK。で、ワンチャン、ここトリックとか打てればすごい。まあ、多分こだわってはないような確率にな、この時点で。でも多分タスキはペリッパーが持ってると思うから、このガブタスキじゃないと思うんですよね。トリックできます。岩石封じか。岩石封じあんのか。あ、そっか、岩石封じあんのか。うわーってなると、ってなってくると、ちょっと待て、ってなってくると、ってなってくるとこれきついぞ。ってなってくるとここの自信を耐えるかどうかやな。耐えないな多分。いや、きつい。あーか、もうガブリアス強すぎ。はい、マッチングしました。ネムネムさんは二度キングおるし、これはぜひともこっちも二度クイーンをちょっと持ってきたいし、まあ向こうのパーティー見る限り多分二度クイーンは最有力候補なんで、まあ採用は絶対していこうかなと思うんですけど、多分向こうからも二度キング来ると思うけどな。
いや、そんなことねえか。って書いて水タイプ3体おんのか。ヒートロドムも被ってるし。まあ、二度クイーンは選出するとして、どのタイミング出すかやな。これ、でも先方的なり持ってってもいいと思うけどな。で、その場合ギャラが嫌っすよね。ギャラドスだけがちょっと怖い。からやっぱりここ二度、ロトムから入って、ロトムから入って二度クイーン、みたいな、感じかな。二度キングってでもスカーフのイメージがすごい強いけどね。ちょっと待って、9コマねえな、ロトムやな。ロトム、ギルガルド2億円。さっきと同じ選出。さっきと同じ選出で、はいけるかと思います。多分、二度キングは、命の玉持ちではなくて力ずくを利用した。スカーフとかで、来るんやと思うけどな、俺は。あ、エンペから来たか。ここ、トリック打ちます。ん？交換はない。ああ、直帰か。直帰で耐えたりしないこれ。あ、そんな都合よくいかへんか。なるほどな。相手が、あ、そっか。てか相手メガネ持っちゃったもんな。ってなるとこれ逆にやべえぞ。いや、とはいえ、これ多分、このエンペルト、直帰ってことは絶対 HC とかやから、確率の二度クイーンを抜くことはできないはず。なので、ここはもう、おとなしく大地の力はもう何も考えて打ちます。はい。OK。で、これで多分突破。え、硬っ。え、びっくりした。よし。まあ、とりあえずここで、二度クイーンでエンペは取れたけど、まさかのこれ二度キング来るとか。さあ悩んでるな。まあ相手直帰持ってたから、まあそこ居座ったということでしょうね。お、相手二度クイーンもしかしたら対応できない。うわ、来た。まさかの夫婦喧嘩。二度キング VS 二度クイーン。ここはまあね、正直相手からもう地面技がかなり一貫しちゃってるんで、ギルガルドに交換ってのはちょっとないです。なので、まあ先手取られるのは覚悟の上で、こっちも大地の力打ちます。もう相手の大地の力もう耐えるという前提で打つしかないっすね。多分ね、二度キングスカーだと思うんですよ。技だりだって二度キングを採用する理由ってもそこしかないと思ってて、俺は。なので、一発は耐えてくれると俺は自負している。じゃ、大地でいきます。頼む、耐えてくれ。お母さん！耐えない。弾やな、多分これ。これ弾やったら、それ弾やったらもう、ギルガルドも確実で持っていかれるわ、これ。弾やったら無理やぞ。スカーフなら耐えるけど。いやー、なんか弾な気がする、今のダメージ量見ると。あ、スカーフだこれ。あ、てかスカーフで普通に持ってかれんのか。スカーフだよなこれ絶対な。じゃあ普通に持ってかれただけか、さっきのは。まあ、だからやっぱ二度クイーンのちょっと耐久をちょっと過信しすぎたか。え？え、助け？え、マジで？普通に助けなんこれ。まあ、ここ影打ちで普通に行きます。
さあ問題はラスエッジが何かやな。この残りダメ、この残りヒットポイントじゃちょっともう限られたポケモンしか対応できないな。ニンフィアとかじゃないと。ギャラか。威嚇入ったし、ちょっともうギャラは突破できないんちゃうかこれ。ってなるとここ僕の一手としては、なんか竜の舞読んでシャドーボールを普通に打つ、もうそれしかないと思う。キングシュート読まれたらもうアウトなんで、かといってもちろん普通に攻撃されてもアウトですけど、多分どの道地震とかやったら禁止してももう耐えないから、もうそれを、そこしかない勝ち筋が。うわー、でもそっかり悪タイプに変わられたらもうどうしようもないな。無理っすねこれ。おまけに噛み砕く普通に打ってくるっていう、あ、もうダメだ、アウト。はい、レンコさん対戦よろしくお願いします。サンダー、てかもう相手もうやばないパーティーこれ。パルシェン以外も全部順伝やんけ。めちゃくちゃやこのパーティー。なんでこのパーティーで逆にお前このレッド隊におんの。いやでも意外と俺こういうパーティーの方が勝てたりするんだよな。まあ、なんかで壁張ってからパルシェンで全抜きみたいな。まああの中で多分一番火力かなってパルシェンですから、伝説ポケモン含めても。最も脅威なんてパルシェンなんで。まあだからこそここは、やっぱ初代ロトムから入りたいな。急コン出して変にパルシェンのアシストしたくないんで、難しいっすね。でマンダもやっぱ選出できないっすよね。パルの起点にされるだけなんで、やっぱロトム、どうしようこれ。パル？パルはちょっと出せへんぞでもこれ。え、マンダ？マンダか。え、どうしよう、わかんねえ。ちょ、ごめん、マンダに行く、マンダにするわ。え、てかもう他のポケモン出しようがないこれ。え、どういう戦術すれば正解なんやこれ。うわー、ベローチャ来た。ちょっと待って、ベローチェ、これちょっと待って、下手をすると全抜きされるぞこれ。大体タスキやんな。ちょっと待って、トリックでいきましょうとりあえずは。あ、やっぱ引っ込めた。多分、で、ボルドロスでしょ。じゃあ、ランドロスでしょ。うん、オッケー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 。セーフ。で、直帰かなんか持ってんちゃうの。タスキはだってフェローチェでしょ。もう大体読めてきた。大体、この辺って読みやすいから、逆に読みやすいから楽。で、このロトムどうするかやな。あえてここ地震打てないしね。オバヒ打つか。ガンプ、オッケー。あー、言うてでもガンプで結構ケツ合えるな。
これね、次のね、オーバーヒートで倒せんねんけど、どうすっかな、ランドロスか。二度クイーンに変えるならここ?いや、でもちょっと待って、ベローチェきついぞ。フェローチェがね、フェローチェ突破しようと思ったら、たぶんマンナで上から殴って、タスキ解除して、さらに二度クイーンで一発耐えて、あと殴るみたいな。あれ、フェローチェ無理かもしれん、これ。え、どうするのが正解なんだ、これ。ロトム捨てるか。ロトム捨てるっていうよりかは、まあ、捨てるじゃないけど。わっと、画面がバグった。あ、しかも相手引っ込めた。あ、ここフェローチェやったら楽。こ、ちょっと画面がごめん、バグりました。ここフェローチェやったら楽や。当たれ。よし。ここでフェローチェ変えてくれるんやったら、超楽やねんけど。いや、しかも助けじゃない。弾か。どう、相手どういうプレイングやねん、これ。多分今の交換読みよ、ですよね。多分パルシェンかなんかを嫌って、うわー、でもここでパルシェン来る。ってことは、パルシェンに、助けも出せんのか、これ。やべえっす。ちょっと10万でいく。うわー、ロックラストか。ちょっと待って、パルシェン無理かもしれないです。やっぱギルガードがいなきゃきつい、パルシェンは。ああ、破られたってことは、助けだ。ああ、やられたな。もう無理。もうこうなったら無理や。もうマンダじゃ無理やろ。嘘でしょ。3連敗してんけど、一気にレートが1500台に戻っちゃってんけど。もうね、パルシェに助け持たせる人はね、もう論外っすわ。うん。